岡野は元来神奈川県横浜市生まれの都会っ子。祖父は昭和産出の一人、初夏で文化功労者の手島雄慶。野人のニックネームとは異なり、育ちはかなり良かったようです。地元中学校卒業後、学業があまりできないこともあり、サッカーの道へ。親戚の勧めで松江市の全寮制の松江日本大学高校へ進学します。岡野らしくリサーチ不足で、なんとサッカー部もない高校に入学します。入学式では周りの生徒は特攻服にマスク姿のヤンキー高校。岡野は先輩と二人で一からサッカー部を作り上げていきます。サッカー部初の練習試合は、相手も校舎の窓ガラスが全部割れているヤンキー高校。途中から生徒が押し寄せ、ボールに一度も触れることなく20対100の大乱闘。試合後、サッカーがしたいと涙した岡野に部員は改心します。真面目に練習したところ、岡野の熱意と努力の甲斐もあってか、最高で島根県3位になるまでのチームになります。この実話をもとに激アツヤンキーサッカー部として、竜星涼主演でテレビドラマ化されたほどです。